今は6時36分お、めっちゃ響きますね、これちょっと恥ずかしいくらい響きますここで響きますと響くんですね。今週は、山はちょっとお休みしまして、走ってグリトヨキッチン、納豆食堂さんにお邪魔しようと思っております。まずは、東屋を目指して山に入り、そこで朝ごはん弁当を食べ、ゆっくり走って行ってみたいと思います。すごかったですね。滝の道十分です。東海自然歩道起点です。タッチ、ちょっと東海自然歩道も通ります。タッチ誰やねん、はい、ここを、ちょっと急な石段ですが、ここを上がって山に入っていきたいと思います。まっすぐ行ったらね、本来は箕面の滝の方に行けるんですけども、まだあの台風の影響で直通ではないんですね。巻き道を通らないといけないということで。巻き道で行けんの？そうやで、さっきの案内板に書いてあった。急な石段と丸太を結構急でやね、勾配が進んで、まずは展望台を目指しております。納豆への道は通しわざわざ遠くしたりゅうちゃんであります18分19分が経過しております。今日の朝食会場に到着しました。こちらです。朝日浴びる箕面の街。おお、はあ、いいね、清々しいね、うん、それではお弁当タイムです。今日のお弁当150円ですなんでやね使い捨てパックに入れてきました。ぶつき米、いつも食べてるくるみとじゃこの佃煮、自家製ぬか漬け、オレンジという毎朝のメニューですね。落ち着きますね、いつものメニューは。チーズ、おーチーズね、ロッピーチーズ好きです、ゆうちゃん。そう、あ、これ買ってくれといつも言われます。で、これ実家から送ってきてくれたなんかアーモンドのお菓子ですね、これ持ってきました。いただきます。はい、召し上がれ。納豆ですね、今日。リュウちゃんは納豆苦手です、納豆大好きな私と納豆苦手なリュウちゃんが楽しめるかどうかというのも見どころですね。日本三大憂鬱とか言っております。美味しかったですね、うん、やっぱちょっと体を動かして外で食べる朝ごはん、簡単なもんでもちょっとごちそう風で楽しいね、はい、そして木漏れ日の山道であります。これより先ハイキングコースの表示がありましたね。で、ここから東海自然歩道経由で与野方面に向かっていきます。どうしたんですか、元気ないですよ、コメンテーター。ゆうちゃん旅が始まります大丈夫、美味しい納豆ですよ、きっと大豆が美味しいからね。いらんわ、りゅうちゃん、納豆、じゃあ豆腐丼ぶり元気出して行ってみよう。納豆、納豆、納豆、納豆。おしゃべりしながら行きましょう。ビジターセンター、はい、9時半からかな、うん、やってきました、東海自然歩道ですね、はい、ここを登っていきます。前回降りてきましたが、これ登ると意外と大変ですね。うめえな。誰や、納豆山でこんなコース、遠いコース用意したのは。憂鬱。
外とタフな道であります。ガンガン登ります。誰や憂鬱であります。北雪霊園方向に向かってます。あの入り口がちょっと分かりづらかったとこね。はい、ここは東海自然歩道です。まもなく飯盛霊園じゃないわ。北雪霊園。飯盛霊園。めっちゃ南や。いやなんかよう登った気にするね。うん。出てきました。はい、直接霊園、はい、ここ一回包んでます。ここはね、鹿、イノシシ、サルがね、ヨウさん行ってるからね。あ、で、ここから入るんちゃうかったっけ。そうです、ここからまた入るんです。そう、今出なあかんかったんかみたいな感じだけどね。そがなんかいい匂いがする土の。うん。納豆への道は続きます。じゃあ緑の道。うん、これ前通った時こんなんじゃなかったからなんか驚きやな。気持ちいい。9時20分です。出てきました。いや、季節と時間帯が違うとこんなにも爽やかな道なんだなと思いました。蝶々だらけ。うん、蝶々というか、なんというか蝶々やろ、これ白いのいっぱい飛んでるやん。これ前、あそこ、なんたらアルプスの時に持ったんやけどな。これは蝶々というかガーか、うん、みたいなもんかな。舗装路ですが、また山の中に入ってきました。はい、あと8キロだそうです。はい、目的地まで。ぐーりぐーりぐーり、ひとよっこりよ、納豆天国。作曲じゅうちゃん。脱走です。鹿、イノシシ、サル多いので必ず閉めましょう。ブーブーもいてるよ。前反対から来てめっちゃ迷ったとこやな。そうですね、以前大迷いしたとこですね。うん、ここかな。あそこが最後の東海自然歩道の札が見えて、こう行くんやろと思いきや、このここを上がってくるという。ここは入られへんわな。これあれがあったらいいなっていう感じですね。そうやな、普通こっち行くやろ。この辺でちょっと前三段迷いましたね、覚えてますね。つまりあそこのガードレールのところから渡って向こうに行くってことですね。そうそうそう、これはあかんで。いやいや。これ絶対こんなとこ入れへんで、右側。まあ、あの普通に私有地かなって思いますね。なあ。色づき始めた紫陽花がとっても可愛い。同じ場所やけど季節が違うとやっぱり全然違うね。うん、綺麗に終わって、水田とコントラストがとっても里山風景でいい感じです。東海自然歩道です。はい、この桐畑口という交差点、これをこっち右折に取るんですね。やって出てきましたよ、この案内が。バーン。出来たて納豆、ぐるぐるデバデバ垂れかけて、豪華ご飯にドバッと入れて、ネギかけて、グリグリ。歌って。いやじゃ。
ました。なんとですね、ここ土日限定、しかも11時から2時までラストオーダー、3時間、週2回3時間のみやってる、あのあれなんですよ、ランチなんですよ。工場は稼働してるらしいですけどね。ちょっとテンション低いよ、りゅうちゃん。やってきました、やってきました。11時半で予約しましたが、ちょっと早めに着きました。こう坂道を最後登って、え、距離はちなみに 20.2 キロです、駅から。はい、実はですね、ここをお邪魔するまでに待ちきれなくって、実はお取り寄せして4種類全部食べてきました、あらかじめ。これで北摂を回っておられるのかと思われます。今度も良かったんじゃない。いやいや、そんなことありません。から取れた蜂蜜なんやって。650円。で1個あたり75円なんですけど、10個入って50円、プレーンやって1個50円で食べれるとお得ですね。でドレッシング、お味噌も美味しそう。これ後で買って帰ろう。タレからし、ネギ味噌、これが、あ、これがタレかな。で、こっちが、ラー油ですね。あ、これ、あれです、しそのりです。ごめんなさい。一番好きなのは、やっぱりこれ、ポピュラーなこれです。このタレからしのタレが納豆のうまさをよく引き立てますね。これがやっぱり一番好きですね。この顔あの苦手だそうです、食べれないそうです。豆腐丼が来るまで待ってください。次はネギ味噌です。はい、これネギなんかどこにも見えへんのにね、不思議とネギの風味がするんだよね。
幸せ。あのこれ刻んだきゅうりとかを入れても美味しいだね。うん、噛めば噛むほど旨味が出る納豆。そのちょっと甘みの効いたあの味噌の味が非常に良いですね。ね、私食べる ラー油食べるラー油とか食べたことないんやけど、これがねよくできたね、タレでね。ちょっと混ぜ混ぜしてからね、ちょっと混ぜて。これ個人的な感想なんですけど、このタレが主役で納豆が全員でこのタレを引き立ててるっていうような印象ですね。辛みの効いたすっごい美味しいタレですね、これ。食べる前からもうガンガン感想言ってますけど。ビールが欲しい感じですね。ビールが欲しい。美味しい。何アップしてんの？豆腐丼です。600円です。はい。こちら納豆丼です。あの納豆を食べると放題なのに、さらに納豆にしたのはなぜかというと、この入り卵とこのナンブル風の組み合わせがビビンバ風でとっても美味しいというちょっと書き込みを見ましたので、これ試してみたいと思います。すが入ってるんですね。行きます。ちょっと混ぜて。これは美味しい。あのごま油がよく効いてて、これは美味しい。どんな味付けしたらいいんやろう。ちょっとぜひ試してほしいですね。これ美味しいですね。どうですか、豆腐の味は。うん、濃い。美味しい。ちょっと分かりづらいので、私もいただいてみましょう。うん、こんなね、あの豆腐やジョニーみたいにまったり濃いっていうわけじゃないんやけど。何や、豆腐やジョニーって。ああいうんじゃなくて、もうさらっとしてて、大豆の旨味が来るみたいな感じの豆腐。これ美味しい豆腐ですね。うん、美味しいです。おどんぶりの途中ですが、最後の味を。これ唯一タレ2つになってますね。しそのりです。こんな感じに、ね、出して、これちょっとつくだ煮風のね、甘い味がするんですよ。うん、爽やか、後味爽やか、うん、豆腐にかけても美味しいタイプですね。あのここに来るまでタレが一番美味しいと思ってたんですけど、ネギ味噌がね、妙に美味しく感じましたね。ネギ味噌、タレからし、あのラー油、こんなも美味しいですけど、ラー油これが同着くらいですかね。あのぜひ食べてください、美味しいなと。5パック目です。ここに乗ってるの合わせるともう6パック目でしょうか。どんだけですか。幸せ。ネギ味噌が美味しい。なんかあの納豆田楽っていう感じだね、言うたら。気持ち的に。うん、田楽の味がする。最高。この次はあのお豆腐パフェをご紹介します。単品だと500円、うん、セットで400円です。来ました。アイスクリームはバニラと抹茶と選べるんですけど、今日はあいにく抹茶が品切れだそうで、2つともバニラになりました。ソースは4種類から、マンゴーと黒蜜、他にストロベリーとブルーベリーもあるそうです。それでは。美味しいね。
うん、この辺は普通にパフェですね、うん、下まで行ったら豆腐が出るかと思います。豆腐、うん、豆腐、豆腐、ここら辺がですね、もろに豆腐なんですよ。ここあんこが出てきまして、もうここの豆腐がね、うん、豆腐、豆腐、ほんまもろに豆腐。こっちはまだ出てないかね。あ、こっちもあんこ、あんこ、あ、あんこだね。うん、うん、出てきた。ちょっとね、この人ね、豆腐食べてても豆腐やと分かってないと思うね。絶対ご老人か。普通になんかこう滑らかなの洋菓子のなんかと認識して食べてると思う。あの豆腐がね、豆の味が出ててデザートみたいな食感だから、あのよく合うよね、このあんことね。ほんと豆腐の新しい食べ方発見って感じで、大変美味しいございます。どう、あ、分かってない、これ絶対ね、もう言ってるはずやけど分かってないよ。豆腐や。ほんまかいな。お土産を買いました。1個150円です。取れたてキャベツ、大根2本、これで150円で安いやろ。で、これおネギで、ちょっと内緒なんですけど、ちょっと高めのこの紅赤豆納豆と黒豆納豆、これちょっとね、あそこにはないタイプのが、あの食べ放題にはないタイプのちょっと高級なやつがあったんで、これお土産に買いました。1名で770円です。大満足でした。リュウチャーさんは満足しましたか？納豆嫌いのリュウチャーさん、はい、自転車置き場です。ここは美味しかったね。うん、このお家、お水と大自然の下であの大豆が育まれてるんやね。あのパフェがですね、ちょっと最初、あのさっき感想言い漏れましたが、下のサクサクの部分がコーンフレークとかじゃなくて、お米パフとなんか大豆とリュウちゃんの、あ、そうやな、節分豆のパリパリしたやつと、とにかく全体が和を奏でとったね、うん、美味しかったね、ハーモニーが。リュウちゃんは何がお気に入りだったん？お豆腐？パフェ。パフェ、あ、パフェ美味しかったね。楽しかったね、うん、帰りはバス停からバスに乗って池田駅まで行きます。はい、1時間日本程度かな。はい、来ました。12時34分ぴったり来ました。はい、